緊張する。覚えてきたこと忘れちゃいそう。二人とも、そんなに緊張することないよ。今日はシチュエーションを決めての簡単な会話だけのはずだから。あ、やっぱり。ミヤコの読みが当たってる。え、ミヤさん？なんでもないの。シチュエーションか。朝、お隣さんに会ったくらいのやつだったらいいな。そんな簡単なのあるかな。もっと難しいの？ん？なんか、カスミンたち見られてない？みんなスクールアイドルが大好きだから、カスミさんたちがいて嬉しいんだと思うよ。二人とも、授業の前にみんなとおしゃべりしようよ。そんなことなら早く言って。みなさん、スクールアイドルの中須かすみです。今日はよろしくお願いします。りなさん、かすみさん、シチュエーションはどんな感じ？できそう？私はバーガーショップでお買い物。カスミンはお洋服を買うシチュエーションだって。こんなのわかんないよ。とりあえず頑張ってみて。店員役の子が誘導してくれると思うから。This one, please.This one, please! リナちゃんボード、チェック !Have a nice day! ワンピース、プリーズ！ラージ？カスミ S サイズですけど！じゃなくて、試着したい、試したい。 I can try! I can try! Put on me! どうだった？楽しかった。かすみん、全然ダメだった。しずこに底力を見せるつもりだったのに。でもほら、ボディーランゲージで乗り切れてたよ。本当？あれはすごいと思った。かすみちゃんの底力だった。そういう底力を見せたかったわけじゃないけど。でも、まあいいか。だって、よく考えたら、ボディーランゲージをするカスミンがとーっても可愛いから、魅力100倍だったのかもしれないし。だから通じたんだよね。うんうん。ふふ、そういうことにしておこっか。しずくちゃんはどうだった？私も楽しかったよ。なんだか、お店屋さんごっこしてるみたいで、ついのめり込んじゃったし。おお、英会話でもお芝居してたんだ。普段はしないよ。でも、お花屋さんになったり、アパレルショップの店員さんになったり、ホテルのコンシェルジュになったりなんて、あんまりないから。かすみん、しずこのことすごいなと思ったよ。ペラペラじゃん。そんなことないよ。今日のは本当に定型会話みたいなものだからね。すぐに出てこない言葉もあるし、発音だってまだまだだし。そうなの？しずこすごかったよね、りなこ。うん、尊敬する。本当に私なんてまだまだだから。海外旅行に行くときはついてきてね、しずこ。
ついてきてほしい。もう、二人とも大げさ。